プジョー3008は、フランスの自動車メーカー、プジョーが2009年から、生産、販売する SUV。三菱自動車から OEM 供給を受けている4007や4008とは異なり、308をベースとした、プジョー発の自社開発、自社生産 SUV である。2008年のパリモーターショーで発表された、コンセプトカー、プロローグハイブリッド4をルーツとし、 2009年3月のジュネーブショーで市販仕様が公開された。プジョー307やシトロエン C4 等と共通の PSAPF にプラットフォームをベースとし、2017年5月のフランスでの発売を皮切りに順次各市場に投入を開始した。日本市場へは2010年6月1日より導入を開始。エクステリアはモノフォルム形状を取り入れ、 ボンネットとキャビンを明確に分けないプロポーションとしたことで比較的コンパクトなサイズでありながら高効率なパッケージを実現した。インテリアはラゲッジルームのフロア高を3段階に調整可能とすることで積載性の向上とリアシートの完全なフラット化をも実現している。加湿容量はラゲッジボードの高さまで荷物を積む場合で512リットルシートを格納した。 フル積載時で1604リットルの容量がある。エンジンは、欧州では1.6リットルのガソリンと1.6リットルと2リットルのハディをラインアップするが、日本市場へは308やシトロ NC4 などにも搭載される1.6リットル直噴ターボガソリンエンジンのみが組み合わされる。最高出力 156PS、最大トルク 24.5kgm を誇ると、 同時に優れた燃費性能をも実現させている。2011年にはディーゼルハイブリッド 4WD の追加も予定されている。トランスミッションは各エンジンに 6MT の設定もあるが、日本向けは 6AT のみである。走行性能についても FF を採用しながらも機動性を高めるダイナミックロールコントロールとグリップコントロールを浮上車で 初めて採用。前者はリアサスペンションの搭載される車体のロールを抑えるためのシステムであり、後者はマッドスノータイヤとモード切り替え式のトラクションで構成される。モードは標準、雪動、オフロード、砂地、ESP オフの5種を任意に選択でき、トラクションコントロールが各路面の状況に合わせて適切な作動を行う。 日本でのグレード展開はベーシックな、プレミアムとラグジュアリーな、グリフォの2機種。幅 X 長さイコール1202メートル MX1382 ミ、mm、リメートルと、大きいパノラミックガラスルーフをはじめ、バイキセノンディレクショナルヘッドランプ、レザーシート、左右独立調整式、オートエアコン、クルーズコントロール、ポップアップ式のヘッドアップディスプレイ、鉱石用送風口。 自動防遠式、ルームミラー、6エアバッグ、ESP など、クラスを超えた豪華さが自慢である。2013年9月のフランクフルトモーターショーにて、後期型を発表。新流儀車が2012年から中国、武漢にて生産。フランス製とは、細部が異なっている。前期型後期型2016年5月23日に代目、発表。 10月のパリモーターショーにて一般公開。プラットフォームは2代目308や2代目シトロ NC、4ピカソなどに用いられた新世代の p s a e m p にプラットフォームを採用。2017年3月ヨーロッパカーオブザイヤーを受賞と同時に PSA グループによる オペル買収が正式発表されたため今後はオペル社とも車大共有などが行われていくことになる。一般公開から約半年間でヨーロッパにおいて10万台のオーダーを獲得。その半数は過去に浮上車を所有したことがない人たちというデータが出ている。なお、2代目5008は初代のミニバンスタイルから3008の ロングホイールベース版へと大幅に転換されている。中国ではデザインを全く変えていないロングホイールベース仕様を4008として販売している。2020年9月にフェースリフトを実施。ライオンの牙をモチーフにした縦型のフロントデータイムライトや鍵詰め型のテールライト等、508や208において取り入れられた衣装のものが導入され、 外観が一新された。プジョーシトロエンジャポンは2017年3月13日に発売を開始。ベーシックなアリュールと LED ヘッドランプを備えたアリュール LED パッケージの2種類が用意され、それらに加え日本導入記念モデルとしてアリュールデビューエディションと GT ライムデビューエディションの2モデルが限定販売される。2021年1月27日には フェイスリフトモデルが発売され、既存のアリュール GT ラインに加えて新たに前後に1機ずつモーターを搭載したプラグインハイブリッドモデル GT ハイブリッド4がラインナップに追加された。ありがとうございます。